はい、ちょうど4時も過ぎましたのでね、いつものようにルービーでも飲んでみましょうかね。はい、飯島達中に乾杯。はい、よし、今日はのおつまみは中華イカちゃんに、これはですね、たくあんべったら漬けと、これポテサラに軽く七味を振りましていただきます。うん、あ、でこれはもずく酢ですね。こんな感じで美声の福木なみきちゃん、あれで一周回ってきました。今日は絶好の天気で、これから美声崎海岸のですね、いい夕焼けが見えると思います。飲み直しますか。バイバイ。